こんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネルの投稿スケジュールが変更になります。新しいスケジュールは下記のようになります。 これからも楽しいコンテンツをお届けしますので、ぜひご視聴ください。あなたが穏やかな時間を過ごせるように、心を落ち着かせる物語をお届けします。今回はシリーズでお届けする夜の小説の世界をご案内します。物語の世界に深く長く入り込んで、周りの生活の音も聞こえなくなります。 聞こえるのは私の語り声だけです。それでは本編を始めます。チャンネル登録、高評価、いいねボタン、よろしくお願いします。デミゼラブル。ビクトル・融合現代語訳、リラックス・ストーリーズ・テレビ。第1部、ファンティーヌ、第2編、墜落。 今夜の朗読は13、プティージェルベイをお送りします。13、プティージェルベイ。ジャンバルジャンは街を逃げるように出て行った。彼は急いでのを進み、前に現れる街道や小道を無秩序に進んで行き、絶えず後戻りをしていることに気づかなかった。そのようにして一日中彷徨い続け、何も食べず、 また別に空腹を感じなかった。彼は全く新しい感情の囚人となっていた。一種の怒りをうちに感じていたが、誰に対してだか自分でも知らなかった。感動したのか、または屈辱を感じたのか自分にもわからなかった。時々、異様な感傷を覚え、それと戦い、そしてそれに対抗するために、 最近二十年間に得た頑固な心を使った。その状態は彼を疲れさせた。彼はまた、不正な不幸によって与えられた一種の恐ろしい落ち着きが、心の中で揺れ動くのを見て不安を覚えた。その恐ろしい落ち着きに変わろうとしているものは何か、自分で尋ねてみた。時々、 彼は憲兵に連れられて牢獄に投げ込まれた方が本当に良かったと思い、事件がこんな風にならなかった方が良かったと思った。その方が彼の心を乱すことは少なかったであろう。季節はかなり進んでいたが、まだここかしこの生垣の中には遅咲きの花が残っていて、通りすがりにその香りが彼に幼い頃のことを思い出させた。 それらの思い出は彼にとってほとんど耐え難いものだった。もう長い間そういう思い出が浮かんできたことはかつてなかったからだ。言葉に言い表せない考えが、終日彼の中に集まってきた。太陽が傾いて沈みかけるとき、恋しさえその影を地上に長く引く頃、ジャンバルジャンは全く光量とした下枯れ色の荒野の中に、人村の藪の後ろに座った。 地平線にはアルプス連山がそびえ立っているだけだった。遠く村の鐘楼の影さえ見えなかった。ジャンバルジャンはディーニュからおそらく三里くらい来ていた。平野を横切っている一筋の小道が藪から数歩のところに走っていた。彼は考えに沈んでいた。その様子は出会う人の目に彼のまとったボロを 一層恐ろしく映し出させたであろう。その時、彼の耳に楽しそうな響きが聞こえてきた。彼は首を回して、そして十歳ばかりのサボア生まれの少年が歌を歌いながら小道を歩いてくるのを見た。高原金を脇に抱え、モルモットの箱を背負っていた。地方から地方へと渡り歩いて、 ズボンの破れ目から膝頭を覗かせている、そのおとなしい快活な少年の一人だった。歌を歌いながら、少年は時々歩みを止めて、手に持っている数枚の貨幣を手玉に取って遊んでいた。おそらくそれは彼の全財産だったろう。その貨幣の中には一つの四十数銀貨が含まれていた。少年はジャンバルジャンに気づかず、 やぶのそばに立ち止まり、一握りの貨幣を放り上げた。それまで彼は巧みにそのすべてを手の甲に受け止めていた。しかし、この時は、四十数の銀貨が手から滑り落ち、やぶの方へ転がってジャンバルジャンのところまで来た。ジャンバルジャンはその上に足を置いた。しかし、少年はその貨幣を見つめていて、 彼がそうするのを見て取った。少年は驚くことなく彼の方へ直接向かってきた。それは非常に寂しい場所だった。目の届く限り、野にも道にも誰もいなかった。非常に高く空を飛んでいく渡り鳥の一群のかすかな鳴き声だけが聞こえた。子供は背を太陽に向けていて、髪の中には金色の光が流れていた。 そして、ジャンバルジャンの荒々しい顔は真っ赤な光で照らされていた。おじさん、とサボア出身の少年は、無知と無邪気から生まれた子供らしい信頼感で言った、私のお金をください。お前の名前は何だ、とジャンバルジャンは尋ねた。プティージェルベーです。され、とジャンバルジャンは言った。おじさん、と少年は再び言った。 私のお金を返してください。ジャンバルジャンは神戸を垂れて答えなかった。少年は再び話し始めた。私のお金をおじさん。ジャンバルジャンの目はじっと地面を見つめていた。私のお金をください、と少年は叫んだ。私の白いお金を。私の銀貨を。 ジャンバルジャンはそれを全く耳に入れなかったかのようだった。少年は彼の上着の襟を掴んで彼を揺さぶった。同時に自分の貨幣の上に置かれている鉄の靴を動かそうとした。私のお金をください。四十数銀貨を。少年は泣いていた。ジャンバルジャンは頭を上げた。しかし、 彼はまだ座っていた。彼の目つきは乱れていた。彼は驚いたように少年を見つめ、それから杖の方へ手を伸ばして恐ろしい声で叫んだ。誰だ、お前は私です、おじさん、と少年は答えた。プティージェルベーです。私ですよ、私ですよ。どうか四十数銀貨を返してください。 ねえ、おじさん、足をどけてください。それから、少年は少し苛立ってきて、ほとんど脅かすような様子になった。さあ、足をどけてくれますか。足をどけて、さあ。ああ、まだお前がいたのか、とジャンバルジャンは言った。そして、やはり貨幣の上に足を置いたまま、突然立ち上がって、付け加えた。 うせろ。少年は驚いて彼を見つめた。そして、頭から足の先まで震え上がり、少し呆然としていた後、振り返ることもなく、声も立てずに一目散に逃げ出した。しかし、しばらく走ると息が続かなくなり、彼は立ち止まった。そして、ジャンバルジャンは、ぼんやりと何かを考え込んでいる間にも、 少年のすすり泣く声を聞いた。やがて少年の姿は見えなくなった。太陽は沈んでいた。ジャンバルジャンの周りには影が迫ってきた。彼はその日何も食べていなかった。少し熱もあったようだ。彼は立ちすくしていた少年が逃げ出した時のままの姿勢だった。 長い不規則な感覚で呼吸が胸を膨らませた。彼の目は11、2歩先の地面に固定され、草の中に落ちている青い陶器の古い破片の形を注意深く見ているようだった。突然、彼は身震いした。夕方の冷気を感じたのだった。彼は再び帽子を深く額に引き下げ、 機械的に手探りで上着の前を合わせボタンを止め、一歩前に出て、地面から杖を取り上げるために身をかがめた。その時、四十数銀貨が彼の目に留まった。足で半ば地面に押し込まれ、小石の間に光っていた。まるで電気に触れたかのようだった。これは何だ、と彼は口の中で言った。彼は三歩交代した。 しかし、一瞬前まで足で踏みつけていたその場所から目を離すことができず、立ち止まった。闇の中に光っているそのものを、見開いて自分を見つめている何かの目のように感じたかのようだった。しばらくしてから、彼はけい的にその銀貨の方へ進み、それをつかみ、身を起こしながら遠くの平野を見渡し始めた。 脅かされた野獣が隠れ場を求めるかのように、立ち尽くしながら身を震わせ、地平線の向こうを同時に見回した。彼の目には何も入らなかった。夜の闇が落ちかけて、平原は寒く広大で、大きな紫の霞が夕暮れの中に立ち上っていた。彼は、ああ、と短足を漏らして、ある方向へ、少年の姿が消えた方へ、 急いで歩き出した。百歩ほど歩いた後に、彼は立ち止まり、周りを見渡したが、何も見えなかった。すると彼は全力で叫んだ。プティージェルベー。プティージェルベー。彼は口を閉じて、待った。何の返事もなかった。ノは高齢として陰鬱だった。彼は広大な空間に囲まれていた。 周りにあるものはただ、見通せない闇と静寂だけだった。凍るような北風が吹き、彼の周りのすべてのものに悲壮な気持ちを与えていた。周りの看木は言葉にできないほどの凶暴さでその細い小枝を振り動かしていた。まるでそれが誰かを脅かし追いかけているかのようだった。彼は再び歩き出し、それから走り出した。 そして時々立ち止まっては、最も恐ろしいまた最も悲しげな声を絞り出して赤爆の中に叫んだ。すみません、喉が渇いたので水を飲んできます。お待たせしてすみませんでした。では続きを始めていきます。チャンネル登録、高評価、お願いしますプ。プティージェルベー。プティージェルベー。 もし少年がそれを聞いたとしても必ず恐れて姿を現さなかったであろう。しかし、少年はもちろんもう遠くに行っているに違いない。ジャンバルジャンは馬に乗った一人の牧師に出会った。そのそばへ行って行った。司祭さん、あなたは子供が一人通るのを見かけませんでしたかいいえ、と牧師は答えた。 プティージェルベイという名前ですが、私は誰にも会いませんでしたよ。彼は財布からゴフランの貨幣を二つ取り出して、それを牧師に渡した。司祭さん、これは貧しい人たちに施してください。司祭さん、十歳ほどの小さい子供です。確か一匹のモルモットと抗原菌を持っています。向こうへ行きました。 サボアのものです。ご存知ありませんか私はその子に会いませんよ。プティージェルベーにこの辺の村のものではありませんかどうでしょうかあなたが言う通りなら、それはこの辺の子供ではありません。この地方をそんな人たちが通ることはありますが、どこのものだか誰も知りませんよ。 ジャンバルジャンは荒踊り自粛ゴフランの貨幣をもう二つ取り出して、それを牧師に与えた。貧しい人たちにやってください、と彼は言った。それから彼は診断でたように付け加えた。司祭さん、私を捕獲してください。私は泥棒です。牧師はひどく驚いて、馬に白車をかけて逃げ出した。 ジャンバルジャンは最初に向かっていた方向に再び走り出した。彼はそのようにして見回し呼び叫びながらかなり長い間行ったが、もう誰にも出会わなかった。ご飯にサンド彼は何か人の横たわっているようにもまたうずくまっているようにも見えるものの方へ野の,の中をかけて行った。しかし、それはただ軽曲だったり、 地面に出ている岩だったりするだけだった。最後に、三つの小道が交差しているところに出て、彼は立ち止まった。月が出ていた。彼は遠くに目をやって、最後にも一度叫んだ。プティージェルベー。プティージェルベー。プティージェルベー。その叫びは霞の中に消え失せて、反響も返さなかった。 彼はなおつぶやいた。プティージェルベー。しかし、その声は弱踊りじしくてほとんど舌が回らないかのようだった。それは彼の最後の努力であった。彼の膝は突然立っているのに耐えられなくなった。まるで何か目に見えない力によって白心の重みで突然押しつぶされたかのようだった。 彼はある大きな石の上にがっくりと身を落として、両手で髪の毛をつかみ、顔を膝に押し当て、そして叫んだ。ああ、私は惨めな男だ。その時彼は胸がいっぱいになって泣き出した。19年ぶりに涙を流したのはそれが初めてであった。ジャンバルジャンが司教の家から出てきた時、前に述べた通り、 これまでの考えから全く外れていた。彼は自分の中で起こったことを自分自身で理解することができなかった。彼はその老人の天使のような行動や優しい言葉に反抗して心を固くした。あなたは正直な人間になることを私に約束した。私はあなたの魂を食うのです。 私はあなたの魂を邪悪の精神から引き出して、それを善良なる神に捧げます。そのことが絶えず彼の心に戻ってきた。彼はその神のような寛容に対抗するために、我々の心の中にある悪の要塞である傲慢を使った。彼は漠然と感じていた、その主教の寛容は自分に対する最も大きな攻撃であり、 最も恐ろしい打撃であって、そのために自分はまだ揺り動かされていると。もしその寛容に抵抗することができれば、自分の頑固な心は最終的に動かされないものでしょう。もしそれに譲歩するならば、多くの年月のまた人の行為によって自分の心の中に満たされ、自分自身が喜んでいたあの憎悪の感情を捨てなければならないであろう。 もうこれからは勝つか負けるかのどちらかだ。そして戦いは、決定的な対戦は、自分自身の悪意とあの老人の人事との間で行われているのだ。それらの明確な意識を持って、彼は酔っ払った人のように立ち去ったのだった。そうして荒々しい目つきで歩いている間、ディーニのその事件から自分に対してどのような結果が起こるであろうか、 彼ははっきりと理解していたでしょうか生涯のある瞬間において、人の精神を戒しめるか悩ますかのあの神秘的なざわめきを彼は聞き取っていたでしょうかある声が次のことを彼の耳に囁いたでしょうかすなわち、彼は自分の運命の重大な瞬間を通り過ぎてきたこと、もはや彼にとっては中間は存在しないこと、 もし今後最善の人とならないとすれば最悪の人となるであろうということ。言い換えれば死教よりも高く登るか囚人よりもさらに低く落ちるか、どちらかを選ばなければならない状況であること。もし善良になろうと思えば天使にならなければならないこと。邪悪にとどまろうと思えば怪物にならなければならないこと。ここで再び、 他の場所ですでに提起した疑問を繰り返さなければならない。すなわち、彼はこれらすべてのことの何かの影を雑然と思考の中に取り入れていたのだろうか。確かに、前に述べた通り、不幸は人の知力を育てるものである。しかし、我々が右に指摘したすべてを弁別するだけの状態にジャンバルジャンがいたかどうかは疑わしい。 たとえそれらの観念が彼の頭に浮かんだとしても、彼はそれをよく見たというよりもむしろ一別したに過ぎなかった。そしてそれはただ彼を耐え難い混乱に投げ込むに終わったのみであった。時計上と呼ばれる醜い暗黒から出た彼の魂に、司教は苦痛を与えたのである。まるであまりに強い光が暗闇から出る彼の目を傷つけるかのように。 未来の生涯、今後可能なものとして彼の前に提示された純粋な輝きを放つ生涯は、彼を全く戦慄させ、不安にさせた。彼はもはや自分がどこにいるのかを本当に知らなかった。突然太陽が出るのを見たフクロウのように、囚人である彼は特に幻惑され、盲目にされてしまっていた。ただ確かであったこと、 彼も自ら疑わなかったことは、彼がもはや以前と同じ人間ではなく、彼の内部が全て変化していたということである。司教が彼に語り、彼の心に触れたということを拒む力はもはや彼にはなかったことである。そういう精神状態にあって、彼はプティジェルベイに出会い、そしてその40数を盗んだ。なぜなのか 彼自身も確かにそれを説明することはできなかったであろう。それは彼が時計上から持ち出した悪意の最後の働き、いわば最上の努力であったのか。衝動の名残、力学における完成の結果であったのか。そうであったろう。そしておそらくそれよりもさらに小さなものであったろう。簡単に言えば、盗みをしたのは彼ではなかった。 彼の人間性ではなかった。知力が多くの異常な神奇なものに天面とされてもがいている間に、習慣と本能によって貨幣の上にただ呆然と足を置いた銃声であった。知力が目覚めてその獣的な行為を見た時に、ジャンバルジャンは苦悶して後ろに尻ぞき、そして恐怖の叫びを発した。なぜなら、それは不思議な現象で、 彼があったような状態においてのみ可能なことで、その少年から金を奪いながら、彼はもはや自分自身が達成できないところのことを達成したのであったから。それはとにかく、その最後の悪事は彼に決定的な影響を及ぼした。その一つの行為は、彼の知力の中の混沌を突然貫き、それを称賛させ、 一方に恋暗闇と他方に明るさを分け、その時の彼の魂の状態に作用し、まるである化学反応が混沌とした混合物の上で作用し、一つの元素を沈殿させ、他の元素を清澄化するような効果を及ぼしたのだ。彼はまず第一に、自分をよく見つめて深く考える前に、逃げるもののようにただ無意識に、 金を返すために少年を見つけ出そうと努めた。それから、それが無駄なことで、またそれができないことを知った時に、絶望して立ち止まった。ああ、私は惨めな男だ。と叫んだ時、彼は自分のありのままの姿を認めていたのだ。そして彼は、自分自身がもはや一つの幻であるように思われたほど、 すでに事故を否定した地点にいた。肉と骨を持った醜い囚人ジャンバルジャンは手に杖を握り、銅に作業服を着て、頭品でいっぱいの排能を背負い、血然としたが、しかし憂鬱な顔をして恐ろしい陰謀に満ちた思考を抱いて、そこに彼の前に立っていたのだ。角の不幸は前に述べた通り、彼を一種の幻覚者にさせていた。 そして、このことも一つの幻影に似ていた。彼は本当に自分の前に、ジャンバルジャンを、その恐ろしい顔を見た。その瞬間彼は、その男が誰であるか、自分自身で疑い、その男に剣悪の感情を抱いた。彼の頭は、幻想が非常に深刻で現実を飲み込もうとする。 あの激しいがしかし静かな瞬間の一つにあった。そのような時、人はもはや自分の周囲にある物事を目に留めず、自分の精神の中にある像を自分の外にあるかのように目に見るものである。そして彼は、まるで自分自身を直視し、同時に、その幻覚を通じてある神秘的な深みに一種の蜜空きを見た。 彼は最初それを松明の炎のようにも思った。しかし、自分の心の中に現れてきたその三明をより注意深く見ていると、それが人間の形を持っていることを知り、そしてその炎は司教であることを知った。彼の心は、自分自身の前に置かれた二人のもの、司教とジャンバルジャントを交互に見つめた。 校舎を打ち砕くためには前者でなければならなかった。その幻想が続くにつれて、この種の幻惑の特性によって、司教の姿は徐々に大きくなって彼の目に輝き渡り、ジャンバルジャンの姿は徐々に小さくなって消えていった。やがてそれは一つの影に過ぎなくなり、突然消え失せた。そして司教一人が残った。その姿は、 この惨めなものの魂を隅々まで三千たる三つ空きを持って満たした。ジャンバルジャンは長いまないた。女よりも弱踊りじしく、子供よりも怖がり、熱い涙を流しておえつをあげた。泣いている間に、彼の脳裏には徐々に明るみがさしてきた。異常な明るみ、喜ばしいが同時に恐ろしい明るみだった。 彼の過去の生涯、彼の最初の過ち、彼の長い食材、彼の外部の鈍さ、彼の内部の冷酷、あれほど多くの復讐の計画を楽しんだ彼の釈放、司教の家で彼に起こったこと、彼が犯した最後の一つ、少年から四十数を盗んだこと、司教の寛容の後に行われただけに一層卑劣で一層凶悪であったその罪、すべてそれらのことが、 明らかに、かつてなかったほどの明るさで、彼の心によみがえって現れてきた。彼は自分の生涯を見つめた、そしてそれは彼の目に剣をすべきもののように映った。彼は自分の魂を見つめた、そしてそれは彼の目に恐怖すべきもののように映った。しかし穏やかな明るみがその生涯とその魂との上にさしていた。 天国の三つ秋によって悪魔を見たように彼には思えた。そうしてしばらくの間彼は泣いていた。泣いた後に彼は何をしたのか。どこへ彼は行ったのか。誰もそれを少しも知らなかった。ただ一つ確かめられたことは、その同じ夜、当時グルノーブル通いをしていた馬車屋が、朝の三時頃ディーニについて、 司教邸のある通りを通っていくときに、一人の男がビアンブニュ司教の家の前で、祈るような姿をして闇の中に宝石の上にひざまずいているのを見かけたということである。今夜はここまでにしましょう。次回は第3編1817年のこと11817年の話から始まります。 今回の動画を楽しんでいただけましたか謎に満ちた世界に少しでも興味を持っていただけたなら幸いです。もしこの動画が気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録をお願いします。あなたのサポートが私たちの次の動画制作の大きな励みになります。また、いいねボタンやコメントもお待ちしています。皆さんのフィードバックをいただけると、とても嬉しいです。それでは、 次回の動画でお会いしましょう。童話の教訓と魅力を一緒に探し続けましょう。ご視聴ありがとうございました。